最後にひげを埋め込み、北島のぬいぐるみも出来上がった。北島の作品、レッサーパンダの大ちゃん。おっとりとした大仏顔にリンゴを欲しがる姿が可愛らしい一体。その存在感を際立たせているのが北島得意の染めの技術。まるで生きているかのような毛の質感を見事に表現した。爪の部分も一本一本縫い上げるという丁寧な作り。二本足で立ったポーズを再現し、優しげな表情と見事な毛の色合いがマッチした作品。まさに本物を超えたぬいぐるみ。果たして軍配はどちらに上がるのか。いよいよチャンピオンステージ審査です。審査員は飼育員の横山さん、動物写真家の佐野さん、参議院議員の川口頼子さんの3名。本物と見比べての評価となる。ぬいぐるみは持った時に軽いとぬいぐるみって感じですか。いいですね。本当に餌を食べてるような感じがしますね。手で掴むような次の行動がね、分かるような感じですね。止まってるものを見ていても、なんか動いてるものを見ているような、はい、ちょっと物を思う雰囲気の目、そういう顔の雰囲気、本当によく出てると思いますね。チャンピオンは北島か、それとも川本か。大人気の任天堂 DS から